超時空トーナメント2回戦、各エリアで待ち受ける国威の戦士たちに勝利し、アイオスの元へとたどり着くことができるか。この戦いを見逃すな。喜びも悔しさも全て君の物語だろう。未知の敵に挑む闘志を燃やして、歪む時空を超えるライバル。それぞれの戦いの行方、暗黒ドラゴンボールで得たこの力、試させてもらうぞ。よし、なあジレン、ここはオラにやらしてくんねえか。あいつもサイヤ人みてえなんだ。好きにしろ。凄まじいパワーだ、カカロット。お前がここまで力をつけるとはな。オラを知ってんか。おめえ何者だ。力を求め過去を捨てたサイヤ人の下級戦士さ。分身だってありかよ。ちょっとタイム。から大したことないわね。なめるなよ。Come on.
潮時だな。力の差がありすぎたな。消えろ。やっちまった。どういうつもりだ。いや、そのちお前な、確かにその子は敵だけどな、だけどだからって何も殺すことはないじゃないか。では貴様が先に消えろ。あれ、死んでない。あなたのその優しさ、はっきり言ってタイプだわ。顔もよく見たら素敵だし。私のダーリンには指一本触れさせないんだから。ダーリン、こいつがフルパワーと。だったはずのお前がここまで強くなれたんだ。俺もまだまだ強くなれん。アイオス先輩、やはり君だったか。時の巻物は返してもらいます。そんなに欲しいなら力ずくで奪ってごらん。スーパードラゴンボールヒーローズ、国威の戦士 VS 悟空、時空を超えた親子の戦い。時空消滅を防ぐため強敵たちとのバトルを勝ち抜け、最大7枚君だけのドリームチームを組んでドラゴンボールの世界に飛び込もう。超覚醒孫悟飯ビースト登場、最悪誕生、セルマックスもラインナップ。スーパードラゴンボールヒーローズウルトラゴッドミッション4弾9月15日稼働予定。時の海王神様たちが何か話してるみてえだな。アイオス様は時空をどんどん消そうとしてるけど、これ以上時空を消すことはオーラがさせねえ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ新次元の決戦迫り来る時の力、
絶対見てくれよな。